お願いします。お願いします。今日は滋賀県竜王町にありますパピーズハウス三崎さん、ペットショップなんですけどね、そちらにお邪魔しています。でこちらのペットショップが日本で唯一の設備を整えてあるショップということで、今日はねそちらの設備の方もちょっと紹介させてもらえるということで伺っています。よろしくお願いします。お願いします。僕たちはもともと顔見知りなんですけれど、とある、ペットフードメーカーさんが開催したセミナーで一緒に勉強してから仲良くさせていただいているんですね。何回かね、お食事とかご飯も行かせていただいて、そうですね、はい、うちの店にも来て、あ、そうですね、去年9月か、はい、ものすごく変わったお店なので、そうですね、はい、それを皆さんにちょっとご紹介したくて、来たっていうところですね。そうです、そうです、はい、がっかりしないでください。ハードル下げてます。でもね、本当に日本どこ探してもこんなペットショップないだろうっていうような、そういうのがね、随所にこう、ありますので。まずオーナーがね、日本で唯一。どういうことですか、ね、僕もよくわかんなかったんですけど。日本で唯一の、その、何思想を持つ。思想を持つ。この人が関わってますから、ね、大きく。いやいやいや、僕は勝手に言ってるだけなんです。それまた後でちょいご紹介したいなと思います、はい、お願いします。はい、ありがとうございます、はい、パピーズハウス三崎さんはトリミングをメインでされてて、ペットホテルもやってますよね、はい、でフードの販売もされてて、生誕販売はやってない。やってないです。はい、いわゆるペットサロンですね、はい、そうですね、はい、そういったお店になります。これ全部あれですね、三崎さんがDIY で手作りしてるんですね。そうそうですね、まあコツコツ、この開店当時ともう雰囲気はもうガラッと変わってて、うんうん、もう開店当時はどっちかって言ったらちょっとこう、生態もやってたんで、はい、ペットショップ向きにちょっと可愛らしく、ピンク色なんか入れてみたりみたいなことはしてたんですけど、もうどん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 やっぱり自分がね、好きなものに特化していきたいっていうのがあったんで、もうガラッと雰囲気を変えて、もう壁から全部やり替えました。ね、もう全然ペットショップ感ないですしね。この壁もなかったんで。あ、ここですか。ワンフロアの状態、はい、あ、そうなんですか。もう全部つながってたんですか。全部つながってる。へぇ、この壁も作った。壁も作った。こういうの全部ね、塗装もしてね、塗装もして、まっさらの木の板をもう無理やり傷つけていって、最近よく言われるエイジングって言われるやつですね。あ、はい、あ、はい、店長わかんないですよ、もちろん。小細工にね、エイジングして、なんかシニアなのかなみたいな。シニアなのかなみたいな。シニアって言ってる人絶対ないけど、エイジングのことアメリカンを、ベースに、はい、アメリカンがお好きというか、ね、アメリカンが好き、はいはい、あと愛犬のスカイプ。ああ、そうですね、はい、ちょっとこれもだから一応もうね、アメリカの犬種です、うん、アメリカンブリーっていうスカイプ。あと奥にはチワワ。チワワの何ちゃんが、リロ。リロちゃん、リロちゃんもう美咲さんの愛犬。スカイリロちゃんは連れて帰る。いや、もうここです。ここにいます。かわいい。これ美咲さんの手作りの首輪ですよね、これね。あ、そうそうそうです。すごい、触って大丈夫なのかな。ここにスカイ君の名前が入ってる。これ一つ一つ手作りしてるんですよね。一つ一つ手作り。今もう販売も開始してるんですか。販売も開始してます。なんでアメリカが好きなんですか。なんでなんでしょうね。いや、もう感覚じゃないですか。かっこいいと思う。なるほどなるほど。個人的な感覚です。はい、一応うちの、こだわりですね。こだわりなんかをちょっとお客さん、ここレジなんで、お客さんすぐ見やすく掲げさせて持てるんですけど、うちは基本的にそのトリミングとフードにこだわる店っていうところをコンセプトにやってます。で、一応トリミングでワンちゃんの状態っていうのは必ず見れるんで、これ基本トリマーの仕事なんですよね。ワンちゃんの状態を見て飼い主さんに伝えて病院へ連れてってもらったりとか、健康管理をしていただく。みんな大体ここで止まるんですよ。基本トリマーの仕事ってここまでにはなるんですけど、その先やってるのがうちの違いですね。あ、なるほど。で、その状態に、体の状態を見て、その体に合った食事で、その健康へ導き、末長く長生きしてもらうことが私の使命というふうな形で、もう大元これです。もうこれでやらせてもらってます。パピーズハウス三崎はトリミングとフードにこだわってますってことですね。はい、うん、
おしゃれですよね、この白黒の。白黒のね、これも手作りですか？違うわけないでしょ。何屋さんですか、すげえよ、すげえよ。俺もこれで仕事するわね。あ、じゃあうちの分も金色でしましょうか。いやー、やっぱ同じ白黒がいいな。もともとはフードとかもお店の中にずらっと並べてたんですよね。おー、で、どこにあるんですか？で、今はちょっと特別に、この扉の向こうに店長分かってるでしょ。扉の向こうにあるんですけれども、まあ、一度まあそれを一回もさらっと見てもらいましょうか、はい、これまああの鍵がね閉まっちゃってるんですよね。でこれもともとちょっとね最初はね鍵閉まってなかったんですよ、うん、で鍵つけろって言ったら誰かって言ったらこの人なんですよ。ああ、うん、はい、だからまあ、 あのバウアーさん1枚噛んでるんで。僕でも適当に言っただけなんですよ。であのサムネイルでなんかね、うん、変なとかもしかしたらついてるかもわかんないですけど、一部加担してるのかな。まさかやると思わない。どうぞ。はい、ありがとうございます。靴脱いでる。あ、靴ね、今大丈夫、脱ごうとしてたよ。いいですか。 あ、 ありがとうございます。このフードセラー、はいはいはい、日本で唯一だと思うんだけど、まあそう見たことはないですね、うん、なんでこんなとこ作ろうと思ったの？こんなとこって言ったらもう単純に、まあ、うちが、まあ、トリミングと、フードにこだわりたいなと思った時に、うん、やっぱり、まあ、お客さんが安心して買いたいと思えるお店を作らないといけないじゃないですか、うん、そうです。でその上でまず、まあ、客観的に自分が今ある知識のまんまお客さんになったとして、じゃあ、どういうお店でフード買いたいかな、まあ、インターネットなのか、うん、実際近くにあるお店なのか、ということを考えた時にこの2つ両方でもなかったんですよね、うんうんうん、で自分が買いたいなと思ってるのは普通にそのフードを陳列してる普通のお店じゃなくて、大事にフードを自分の犬に食べさせるようにしっかり管理して、うん、売ってらっしゃるお店でフードを買いたかったんですよ、うん。でそれする上ではやっぱりフードを隠すというか、もうお客さんに見えなくてもいいので、もうとにかくその品質管理っていうところに、一番重要視していかないといけないなっていうのがあったんで、うん、じゃあこれをやろうと思ったんですけど、うん、当然売り手の立場もあるんで、うん、お客さんに見えないようにして今後どうなるんかっていう不安はめちゃくちゃありました。なるほどね。もうそこの葛藤は数ヶ月間かなり悩んだところではあるんですよね、うん、まあ別にしながらも見えた方がいいのかなとか、うん、なるほど、ね、本当に外から見えなくした方がいいのか、どうするべきなのかっていうことをいろいろ考えながらですね、まあ、正直僕たち、ね、うん、作る前に話聞いてたけど、うん、やっぱそういう発想はあんまりなくて、うん、すごいなと思いましたよね、うんうんうん、インターネットってドッグフードを買われる方ってめちゃくちゃ多いと思うんですね、うんうん、多いですよね。でそれはもちろんこう簡単にインターネットでフードを売れるようになったっていうのもあるんですよ、うん、やるお店も増えてきたっていうのもあります。じゃあ今度何が起こるかっていうと、当然品質管理をしてるところとしてないところっていうのは絶対出てくるんですよね。で圧倒的にやっぱりしてないところっていうのはやっぱり多くなってくると思うし、中身はドッグフードってお肉なんで、温度が高かったり夏場とかなってくると中身が酸化してしまうっていう問題が起こってしまう。でお家に届いた時にはもう品質が劣化しちゃってるっていう、それを食べたワンちゃんがまた、肌が荒れてきたりとか体調に異常が出てくるっていうことはやっぱりざらにあるので、なるべくやっぱりそういうところをなくしていきたいなっていうのがあったので、うんうん、よりまあ、こだわってるお客さん、うん、もうインターネットでそういうのが怖いってもう知ってるお客さんとかが喜んでくれはったらいいかなっていうところですね。ここあれですか、4畳か5畳ぐらいですか、このスペース。ですね。ですよね。4畳半やったかな。4畳半ぐらい、うんうん、でエアコンで夏場なんかは特に温度管理しっかりしてる、ね、もうずっとエアコンはもうかけっぱなしの状態ですね。ここにあの温度計があるんですよね。大体まあ20度いくかいかないかぐらいですかね、うん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 、そのタイマー的なのはそれは照明のタイマー。これは照明のタイマーです。これがやりだしたのが今年の3月、うんうん、3月ですね、うん、今11月だから8ヶ月ぐらいですね、にやりだしたんですけど、隠してよかったなっていうところは、あ、本当ですか、うん、うんうん、ありますね。もちろん一人一人に説明するということを前提です、うんうんうん、お客さんになぜこういったことをやってるのかっていうのを、うん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 、お客さんからかけられた嬉しかった言葉とかあったりするんですか？
これをすることによって未開封の状態でもこんだけしないといけないんや、じゃあお家帰ってからもっとやらなあかんっていう発想をみんな持ってくれるようになって、そうです、ね、お家帰ってから大体みんなで、ね、その一袋でわさ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 1ヶ月間食べさすみたいな、うんうん、をほとんどされてたんですけど、うん、それが今度もう小分けに、うん、密閉容器で分けてくれたり、うんうん、もう中にはもちろん真空パックで分けてくれたりとか、うん、っていうところまで気を使ってくれるようになったし、うん、あとはそのもう買いだめっていうのがなくなったっす。あ、うん、なるほど、ね、うん、もう2袋買うんじゃなくて、いや ここで管理しておいてもらおう、ここに置いといて、あ、そういうことね、うん、そうなりますよね。お金だけ払って、うん、もうまた来月取りに来るからそれまでここに置いといてって言われる方もいらっしゃる。まあこれは嬉しいですね。うん、物が売れるというよりもお客さんの感覚が変わることが嬉しいですね。なるほど、なるほど、でも僕もだってこの話聞くとここで買いたいって思いますもんね。んせっかく自分の愛犬にあげる食べ物だったらここまでしっかり管理してくれてるところで買いたいって思いますもん、うん、だからそういうふうに思ってくれる人が一人でも増えてくれたら嬉しいですし、うん、またこれを見てポカーンとされてるお客さんももちろんいます、うん、そういう人にはちょっとずつちょっとずつ知識を教えてあげれれば、うん、まあやってる意味というのは理解してもらえると思うので、うん、俺色に染めてやるってこと誰がこんなかっこいいこと言うと思うちょいちょいいじってきよんなあとさっきのこの鍵もね、やっぱりすごい発想っていうか、うん、その発想したの僕で、ね、その発想したの、何のフリや思ったけど今の遠回しに俺を褒めろ俺を褒めろやからないやでも言ったのはね、ほんと軽い気持ちなんですよ。いや、やと思う、やと思う、うん、もう言った感じが、なんか面白いなって。言った感じがほんまに、もうタバコ吸いながらこんな状態にしてるんですよ。ほんとにやるんだと思って。つけたよっていう感じ。いや、でもね、ほんと特別感はありますよ。うんうん、いや、でも鍵つけてることによって、やっぱりまあもちろん、一回一回開けるっていう手間はあるんですけど、全然それは苦じゃないね。開けて入ってもらうっていうのが一つそのお客さんにとっての価値にもなると思うので、うんうん、いやないすごいよね、うん、トリミングとフードにこだわるお店で、あのフードが店舗入ってもないんだから、普通に、うん、普通のパターンに来てもあっつっていやそれをするには怖かったよこれけど、うん、すっごい気になってたんですけど、はい、これ美咲さんの趣味から始まったそうですよね。これお客さんに販売してるんですよね。販売します。あの、はい、ラクリエ。ラクリエ。はい。YouTube で検索してもらうとね、結構出てきます、ね。そうです。まあ普通にカタカナでも、まあ、ラクリエって入れていただければ、うん、いっぱい出てくると思いますので。ペットショップでこうカバンとか財布とか、そうですね。売ってるペットショップまずないですよ。もともとあのペットショップで普通にペット用品売るみたいなことと違うことがやりたかったんですよ。自分の好きなものを置きたいなと思ってたんですけど、はい、もうやっぱこんなんて自分勝手に始められるものではないので、うんうん、人とのつながりがあってなんぼなんで、はい、俺がたまたまこういう革が好きになって、うん、置きませんかっていう話をいただいたんで、うん、置き始めたという。そう、ラクリエさんから置きませんかって言われること自体これは美咲さんが自分で手作りしてる。もともとこのラクリエを知る前は、うん、レザークラフトから入ったんです。あ、はいはい、自分で首輪を作るっていうところから入って、うん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 、でそこからラクリエを知って、うん、っていう形になるんですけど、うん、こんなペットショップないですよいやペットショップに限らないですよ。限らない、確かに。だからまあこれに限らず、これからも何か好きなものがあって、そういうタイミングがあれば全然違うものがお店に入ってくるっていうのはあると思う。そこはもう抵抗なく受け入れていこうかなと思ってます。むしろこっちの方が楽しい、うんうんうん、こういうイラストとかも注文を受けたりするんですか。はい、そうですね、ペットショップに関係ないことではあるんですけど、まあ、ワンちゃんの似顔絵なんか、うん、まあワンちゃん以外にも車描いてもらったりとかいろんなことはできるんですけど、うん、まあ、うちはその中で、まあ、ワンちゃんをちょっとまあ飾らせていただいて、うん、お客さん注文あったら、委託するという形で差し持ってます。あの美咲さんのインスタで見たんですけど、はい、トリミングルームにバンクシーの絵描いてもらえますか。ここにね、このぐらいにね、ちょっと行きます、はい、今日は。いや、すごいですよ、本当に。これがバンクシーの
そうですね、僕の個人的にこれも趣味です。個人的な趣味でバンクシーの絵をちょっとトリミングルームに飾っておいて、まあ、仕事しながらちょっと気分を上げようかなと。あ、そういうことね。なるほどね。これまあ壁自体もまあちょっとね、打ちっぱなしもあるんですけど、これも全部自分で塗ったのは塗ったんで、すごい。その中でバンクシーだったらかっこいいなと思って。だってこれお客さんから一切見えないでしょ。一切見えないです。もう自分の、気持ちを高めるだけのものです。す俺のための。俺のための。この名前は？この名前はスタッフの名前です。あ、スタッフの名前。スタッフの名前です。最初ね、あのスタッフの名前を入れようと思ってたんですけど、いやスタッフの似顔絵を描けと言うバカがあって、スタッフから俺これでも怒られると思ったのに、これでも何してんのって言われると思ったのに、似顔絵を描けと。むしろ超えてきた。そうそうそう。あ、じゃあそれ OK ないったら OK やね。僕たちの名前どこに書けばいいですか。うーん、そうやな。じゃあバンクシーのちょっとあるのまた一番メイン。あ、風船の名前。めっちゃ好きみたいな。バンバンスタン。見るたびに気分下がっちゃう。間違いない。特に手間だからやっぱあっちですよね。ああ、あれ、ね、あれ。あ、ネズミとかすごいですね。お猿さん、これがだから一番時間かかってるんですか、ね、これですか。だからこのレンガとか、あ、この辺もね、これも全部美咲さんやったんですか。これ何え、ここ削ったの。普通のレンガタイルっていうのがある。あ、はいはい。あ、これを貼ってる、ボンドで。あ、ボンドで貼って中に間に漆喰っていう、はい、うん、まあ、粘土みたいなやつを埋め込んでるっていう、うんうんうん、で色塗ってみたいな。いや、これが一番可愛いですね。すごい。まはい、ということでちょっと店内見させてもらって、すごかったですね。いや、すごいよ、本当に。もうこんな普通の人では作れないペットショップだと思う。全部ただただ手作りし、趣味で、いや、趣味と仕事を併用しているお店ですね。日本で唯一と言っていいと思う。もともとほらね、4月に本番はね、来てもらう予定で、そうですね、なかなかでもダイレクトに、うん、あのね、自粛のタイミングバーチーハンドしまって、やっと来れたんだよ。そうですね、本当にね、本当にワクワクしてました、この日。本当に来れて、昨日寝れなかったもんね。よう言うわ。遠足の前みたいな。出てきたね、出てきたね。ちょっとずつ出てきたね。スイッチが和らいできた。そうそうそう。まあ、逆にこのバウアウさんなんかで言えば、もう物販よね、うん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 、物販の凄さも。だからあれこそ僕も去年の9月に行った時に、うんうんうん、見て衝撃を受けた。美咲さん来ていただいたんですよ、去年の9月ですね、うん、